ークさんです。今日はですね、もうめちゃくちゃおすすめの白の無地点を今日はご紹介していきたいと思います。では早速行ってみよう。はい、というわけでこちら合計11枚こちら同じ T シャツ買ったんですけど、こちらを今日は皆さんにご紹介していきたいと思います。で、まあ、この話をする前にですね、皆さんに一つ謝らなきゃいけないことがございます。それは何かというとですね、動画でもう何もご報告をせず、何もお知らせをせず1週間ほどお休みをいただきました。源氏どうしたんだよとか、なんで源氏動画上がんねえんだよって思った方、本当にすいませんでした。今日からまた改めて指導していきますので、ぜひ源氏のチャンネルよろしくお願いします。で、休止前にあったことなんですが、結構ね、こうリドムのアイテムだったりとかウェアもね、リドム縛りというか、リドムばっかり上げてしまったとは思うんですけども、まあ、今後はそのリドム以外のものもどん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 紹介していければなと思います。はい、まあ、でもリドムもね、自信持って作ってるし、僕が一番好きなブランドでもあるので、まあ、リドムもね、ご紹介していくんですが、まあ、リドムだけに限らず、いろんなブランド、そしていろんなコーディネート方法だったりとか、まあ、ファッションに限らず、なんだファッション以外のことも投稿しちゃったりとかして、もうかなり自由に投稿していきたいなと思います。イエーイ!イエーイ!ということで早速、今日の動画のメインの内容に移ります。それが、こちらということで、こちらでございます。こちら、ヘインズの BBT シャツでございます。こちら値段が1500円でございます。はい。こちらなんで僕が気に入りなのか、そしてなんで僕はこれだけの枚数を買ってしまったのかっていうことを今日はお話ししていきたいなと思います。まあ、去年のね、僕夏頃にこの動画を出したんですね。この動画で、その動画ではヘインズのパック T シャツマジゲチおすすめだぜっていう動画を上げました。で、まあ、そのね、ヘインズのね、そのパック T シャツもものすごく僕は満足してたし、安いのでヘタれて言っても気軽に買い足すことができましたけど、まあ、こっちのね、ヘインズの、こちらのね、BFT T シャツが今年のね、夏入る頃にZOZOタウンで見つけて買ってみたんですよ。そしたらもう半端じゃないのね。これなんで僕がこれ気に入ってるかっていうと、ポイントとして3つあって、まず1つ目に、これ結構大きな理由なんですけども、1500円という安さ、これがものすごい。まあ、そのなんだろうな、 GU とかのプリント T シャツはもう今なんなら600円ぐらいで売られてるんですが、それでもこの1500円は安いと思いました。それは後から理由をご説明しますとか、あとはポイント2つ目として、かなり丈夫にしっかりと作られてるんですよ。もうビーフィーっていうぐらいかね、もう牛がプリントされてるぐらい、かなりね、しっかりとした作りが特徴な T シャツでございます。そして3つ目が着心地の部分です。はい、前回のこちらのパック T シャツもすごくね、良かったんですが、これとはまた違った着心地が、感じられます。それはまた後々ご紹介します。なので今日は早速ね、こちらを開封していきたいと思います。で、今回購入したサイズが XL で購入しました。なんで XL で購入したかというと、これはね、まあ、そのビッグ T シャツっていうわけでもなく、ジャストめに作られた T シャツなので、この中で着るとしたら、まあ、M サイズでもいいのかなと思ったんですが、まあ、これをメインで着るとなったら XL でもいいのかなと思って XL を購入しました。で、そうだ、開ける前にですね、ちょっとご紹介したいのが、こちらはポケットもない無地の T シャツです。で、こちらは、ここ見えますでしょうか。ここポケットティーなんですね。なのでここら辺に、ポケットがあるんですよ。なので去年ね、福士蒼汰くんのあのドラマが流行った時にめちゃめちゃ流行ったじゃないですか、そのポケット T シャツ。なのでその無地の T シャツを1枚で着るよりかは、少しポケットがあった方が、まあ、ポイントとして楽しみやすいなとか、そっちの方がいいなって方はぜひね、ポケットティー選んでみてください。けどポケットティーの数はものすごく少なかったですね。その ZOZO タウンとかで見ても、まあ Amazon とか楽天とかだったらポケットティーあるのかもしれませんが、圧倒的に数が多いのはこちらでした。で、さらになんですけども、こちらのポケットティーは値段が2000円です。値段が2000円ね。だけど、まあ、ポケットティーじゃないと、値段は500円落ちて1500円です。なので、まあ、そのポケットに500円かける価値があるなと思ったら、ぜひポケットティー選んでみてください。で、さらに今この2つがある中で、こちら、はい、2枚組のヘインズ BFT シャツもございます。こちらは値段が2808円でした。なので、まあ、すごく、まあ、値段的にはあまり大差はないんですけども、その1500円のものを2枚で買うよりも、こちらの方が、まあ、190円ぐらい安いっていう感じですね。ということで今日はね、全部上げていきたいんですけども、まあ、さほどね、大差はないんじゃないかということで、こちらの無地 T を上げていきたいと思います。このね、なんだろうな、
このわざわざこの袋に入ってる感じもまた好きなんだよね。しこのデザインも好き。信頼できるというか、じゃじゃんということで、でここの背中の後ろの部分のところはこういったデザインでございます。これもね、これすごく気に入ってるんですよ。これなんで気に入ってるかって、このさ、この T シャツみたいなデザインあるじゃん、これってビーフィー T シャツの T なんだよね。 T、 うん、これがねまたあの洒落てるなっていうか、これは面白いなと思って好きですね。ということで白背景なんでかなり見にくいと思うんですが、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。まあその無地の T シャツなんでね、見た目の部分からはあんまり分からないと思うんですが、とにかくまあさっき2番目にご紹介した生地がね、かなりしっかり作られてるので、乳首透けレベル、他のねヘインズの T シャツに比べて少ないんじゃないかなと思います。僕今裏をね手やってるんですけども、こうやったらなんとかこの手の輪郭が見えるぐらいで、こうやったら分かんなくない？見える。それぐらいかなり生地が厚めで頑丈で丈夫です。なのでそれ1枚でも決まるんですよね。ファストファッションとかで買ったような白い無地の T シャツとかはどうしても1枚だと頼りないかなっていう印象は、見受けられるんですが、こちらのビーフィー T シャツならガンガン1枚で着てもコーディネートで反映できちゃうんですよ。なのでもうものすごく気に入ってるんですね。っていうのと、あとこの僕がね一番この T シャツで気に入ってる箇所教えちゃいます。もうすでにこの首周りのリブのところなんですよね。ここがものすごく太いんですよ。太いので、実はこれ今僕もこの中に着てるんですけども、ここがね厚いので、この信頼できるというか、ここが細いとかなりね洗濯していくうちにどん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 ナウナウしてきちゃうんですね。けどこれ実際僕4回か5回ぐらい洗濯した後のものなんですけども、全然しっかりしてません？ほら今ちょっと引っ張ったからシワ言っちゃったけど、それでもかなりしっかりしてるんですよね。しアイロンはかけてないです。アイロンかけてないのにこれだけしっかりしてます。で、まあ、去年からねものすごくもう20回以上洗濯したんじゃないかっていうぐらいのヘインズのシップスとの別注の T シャツなんですけども、見ていただく通りこう細いのはあるんですね。まあこちらもね、その肌着として着る分にはものすごく好きだし、なんかこのこういったシャツの下に着るのもものすごくね着心地がいいんですけども、まあなんだろうな、ちょっと頼りないのかなって少し思う方も中にはいるんじゃないかなって思います。これも僕めちゃめちゃ好きだけどね。でそうした時に見えますか、この太さの違い。上がビーフィーじゃないやつです。普通の、まあ、定番とされるヘインズの T シャツで、でこの下がビーフィー T シャツです。これ見た目の部分でもかなりこう違いが分かると思いますし、さらにまあこれね下が開けたてっていうのもあるんですが、かなりねしっかりとしてる感じが見受けられます。まあ上はね実家にいる時から20回も30回も洗濯してると思うんですよ。なのでへたれてきてるのはしょうがないのかなと思うんですけども、こちらだったらもう着てるやつもビーフィー T シャツなんですけども、生地が丈夫だから、で洗えば洗うほど肌に馴染んでいく生地なので、1枚1枚高い値段で T シャツを買うというよりかは、まあ、こちらのねもう1万1500円のものを着てガシガシ洗って、で自分だけのこの T シャツにしていくのがいいんじゃないかなって、まあ僕なりには思います。はい、で新品のものにねこう着替えてみると、はい着替えました。まあその先ほどで、ね、まあさほど大差はないんですが、まあ XL なので比較的こう今年らしくビッグサイズで着れるんじゃないかなと思います。で、源氏の乳首見えますか。源氏の乳首見えますか。源氏の乳首、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 源氏の乳首見えますか。まあおそらくねこう目を凝らさない限りは見えないと思うんですよね。しなんかあいつの乳首見ようかなと思って見ようとするやつなんかまあいないと思うんですよ。なんでまあ そこまでね気にすることはないと思うし、まあ、ものすごくねゆったりしてて、僕がねこれを愛してる理由、先ほど3つ言ったじゃないですか。本当に生地がしっかりしてるので、あの安心するんですよね。なんだろう、言っちゃえば前の T シャツに比べたらガシガシとしてるんですけども、それがまたいいんですよ。うん、違った着心地で、いや、なのでこの T シャツもう僕めちゃめちゃ気に入りすぎて、こちら12枚購入しちゃいました。さすがにここまで買う必要はないとは思うんだけれども、けどなんだろうな、これだけで買う価値はあると思うし、白 T がねものすごく最強だなと思ってるんですよ。あ、その動画出そう。うん。まあ、あの、白 T がなぜ最強なのかっていう動画出しますね、今度。なので、まあ、今回ね、特に推したいのが、この値段が1枚あたり1500円ってとこなんですよ。1500円ですよ、皆さん。もう本当に安いので、ね、気軽に買えるし、なんかもっといい T シャツとかになってくると、5000円、6000円、7000円、8000円と、値段が高くなってしまうので、そこまで T シャツに値段かけなくてもいいかなって思う方には、ものすごくおすすめです。はい。僕も肌着に着るような T シャツとかは、
安くていいと思います。なのでそういった時にこちらのね、 T シャツは安いにもかかわらずしっかりと作られていて、でなおかつメインとして着れるので一人一枚を持っていてほしい T シャツのご紹介でございました。というわけでこちらが参考になっている方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。でまあチャンネル登録済んでない方はいただくちゃん、チャンネル登録のボタンからです。チャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現地の動画でした。ありがとうございました。皆さん多分着ていることでしょう。で、僕もめちゃめちゃ白い。はい、源氏の乳首はどこにあるでしょうかクイズ。